壁に叩きつけられて飛び散った人の内臓のようなものがこびりついている。ものすごい匂い。さっき聖子が言っていたけれど、本当に生臭い。臓器特有の匂いって有無を言わさず吐き気を催させる刺激がある。また吐き気がしてきた。暗な廊下を歩いていると、全身鳥肌が立つような感覚に包まれていく。まるで一歩ごとに不安という霧が体に絡みついてくる感覚。それがどんどん重なって、いつかは完全に闇に飲み込まれて消えてなくなりそうな不安。正気をいつまで保っていられるのかわからない焦り。怖いという感覚は粘着質だ。拭っても拭ってもぬるぬるとこびりついて取れない。歩きながら聖子の名前を呼ぶことで感覚をシャットダウンして、私はかろうじて自我を保っていたように思える。聖子！どこ？私、どうかしてた！謝りたいの！通路の先の真っ暗闇に光る筋が一瞬見えた気がする。斜めに、縦に、複数。なんだろう。恐る恐る近づいてみると、確かに光る線がある。私はそっとその線に指を触れてみた。いた！刺激に驚いて離した指を見てみると、裂けた指の傷口にプツプツと赤い水玉が並んでいた。血の玉はみるみる大きくなり、やがてつながって大きな血の雫になった。指を伝って手首の方に流れてる。ピアノ線、うん、ファイヤー。少し撫でただけでこんなに深く皮膚が切れるなんて。何これ、研いであるの？痛い。こんなのが張り巡らされた廊下、気づかずに通ったら大変なことになる。幽霊とかじゃなくて人為的な罠。誰がこんなこと。私は何者かの悪意を感じて身震いした。まさか今この瞬間もここを、私を見ている。私が罠に引っかかって死んだり、ひどい目に遭えばよかったのにって、誰かが悔しがっている。誰か見てるの？ねえ！自制が効かずに口をついて言葉が出た。怖い、ひどい、許せない。やだよ、やめて。怖いから、ひどいことしないでよ。いろんな感情がぐるぐる回って、私は無意識に涙を流していた。切断線が張り巡らされたこの通路は
このままじゃ進むことができない。何かこの線を切れるような道具とか、とにかく罠を解除しないと。私は来た道を引き返すことにした。ここにもまた光る線。部屋の中央に切断線が走っていた。でもここにはただ一本のみ貼られているだけ。くぐれば奥に進めるみたい。何これ。教室の隅にレバーのついた古い装置が置いてある。糸巻きのような大小の輪がついていて、そこからピンと張られた透明な線が教室の天井の隅に張られているように見える。これがもしかして外の罠の装置。大きなレバー動くかな。古びたレバーは錆びついていて簡単に動いてくれない。少しガチャガチャ遊びがあるからきっと動く構造だとは思うんだけれど。床板が伸びたけど、消えていた光る線が元に戻ってる。触れないように気をつけないと。
間出口に切断線だなんて、ひどい。いくら歩いても聖子の駆け出していった方へ回り込む道は見つからない。いろんなものが私をいじめるし、もうやだもうやだ。気がつくと私は校舎の3階にいた。だんだん自分すら信じられなくなってくる。先に待つ運命とかなんとか本当なのかな。私が勝手にそう思い込んでいるだけで、何の確証だってない。今までだって既視感については小さな頃からずっとあったし、記憶の引き出しに詰まっている似たようなシチュエーションを神経が勝手につないでそう思い込んでいるだけという説も聞いた。もうやだ、何かに頭を支配されたように理性を失った私はその場に泣き崩れてしまった。あの音は、壁を蹴るような大きな音に引っ張られるように私は腰を上げた。同時にこのシチュエーションの記憶の引き出しがゆっくりと開き始める。やだ、トイレの中から聞こえてくるこの乱暴な音。そうだ、あの時も。しんと張り詰めた空気の女子トイレの中、人の気配は全くしないけれど、奥から三つ目の扉が今閉じたように見えた。私の心臓が跳ね回る。緊張して血が逆流しているような感覚になる。この扉の向こうに、聖子。
どこなの？会いたいよ。ロープを見て真っ暗な気持ちになる。やっぱり死の運命はすぐ目の前で口を開けて待っているんだ。このまま、もし会えなかったら。背後でまた壁を蹴るような音がして、驚いて振り返る。誰もいない個室なのに、何の音だろう。あ、壁？ここの壁に空気が流れ込んでる。手を軽く握った甲の方で、壁のあたりをノックしてみる。ここ、壁の後ろに空間がある。よく見ると、周りの壁板が少し浮いている。私は考えるより先に、奥に空間のありそうなその壁をギュッと押していた。壁の一部がドアのように奥に向かって開く。壁だとばかり思っていたから、まさか奥に空間があるとは思いもしなかった。真っ暗。畳を縦に2枚並べたくらいの細長い空間がそこにはあった。行き止まりの床には人が入れるくらいの穴が開いていて、下の階に降りられるはしごがかかっている。下の階が見えない。ここを降りていくと2階や1階を越えて地下にまで到達してしまいそうだ。気圧か風のせいなのか、隠し扉が勝手に閉まっていた。さっきからの音はこれだったのか。この穴、場所が場所だけにものすごい臭気が立ち込めている。この下に降りてもきっと想像を絶する場所に出るだけのような気もする。汚物が溜まっている部屋に着くんじゃないのかな。自分に問いかけると戻りたくなって足が止まる。でももう二度と来たくないし、それなら今確認してしまおうと考えを二転三転させながら、私はなるべく空気を吸わないように息を止めてはしごを降りた。はしご、濡れてるな。靴が滑りやす…やだ…よかった、汚物層じゃなくて。そこは泥の壁と土の床に囲まれた洞窟のような小部屋だった。降りてきた穴から薄暗い光が少しだけ照らしてくれているけれど、ほとんど真っ暗に近い。調べる意味あるかな、この部屋。何もなさそう。辺りを見回そうと立ち上がろうとしたけれど、足首がすごい熱を持って腫れていた。聖子に手当てをしてもらった捻挫した方の足首で着地してしまい、また痛めてしまったのだ。嘘、冗談じゃないよ。大丈夫な方の足で立ち上がり、捻挫した方の足をそっとつく。歩こうとして体重をかけると、
然とした。歩けない。こんな真っ暗な場所で、誰にも気づいてもらえないところで、はしごももう使えない。足のしびれがだんだん溶けて、じんじんと重い痛みが足首を覆い始めた。やだ、やだよ、出る、出るんだから。壁に体を預けながら、捻挫した方の足を浮かせて、もう一度片足で立ち上がる。はしごに両手をかけて上がろうとするけれど、最初の一歩が上がらない。意を決して片足立ちのままジャンプする。濡れたはしごの一段目に足をかけようとしたんだけれど、全身の血の気が引いていく。これ本当に無理だ。冗談じゃない。私は必死になって何度もはしごを上がろうと、もがいては落ち、無様に地面に転がり続けた。何度繰り返したかわからない。周囲の壁から出られる場所がないかも探した。でも、その希望のことごとくは打ち砕かれた。自然に目に涙がたまる。ごめん、聖子。あなたを助けに行けない。目の前に人の気配がした。お友達のところに行きたければ、負けないで、自分に。よくここまで来たね。頑張ったね。目の前に小さな女の子が立っていた。優しい声でゆっくり近づいてきて、ゆっと私の頭を抱えるように抱きしめてくれた。よしよし、大丈夫。会わせてあげるよ。言うことを聞く？もう幽霊でも何でもいい。誰か聖子助けて。いい子、いい子、いい子、いい子。大丈夫。辛い記憶は方が面白いから。あなたがいないと頑張れ。
私とずっと一緒にいて、ナオミ。だけど私と一緒にいない、イライラさせちゃわない。ナオミの気持ち逆なでしちゃって辛い思いさせない。あんなの嘘だよ。意地張って全て甘えちゃっただけ。聖子が抱っこの腕で近寄ってくる。私は駆け寄って一も二もなく抱きしめた。温かい生きている聖子を、柔らかいいい香りの聖子を。もう話さないから。私ももう、あっちにね、畳の敷いてある部屋があるんだ。ちょっと休憩できそうだよ。うん、じゃあそこで少し休もうか。用務員室、あ、さっきここ扉が開かなかったとこだよね。そうだっけ。なんかね、さっき私気絶してたのかな。気がついたらこの中に寝かされていたの。幽霊か何かが助けてくれてるのかな。え、やめてよ。幽霊と言ったって優しい幽霊もいるってさっき言ってたじゃん、人玉が。聖子は余裕で扉を開いて用務員室の中に入っていく。ここに飛ばされてきた当初、人玉を見て怯えきっていたことは思えない。なんか聖子、さっきまでよりも強くなってない？気持ちいい。ん？ふふふ。ナオミがいてくれるもの、なんか怖いものなんかないって感じ。もう、気をつけてよ。用務員室の中は、明かりはつかなかったけど、常に校舎のきしみが反響して、嫌な音を立て続けている外の通路よりは落ち着けた。私たちは畳に腰を下ろすと、しばらく無言で並んで座っていた。なんだか何を話せばいいのかわからなかったんだ。無事でよかったよ、聖子。ナオミも足首どう？まだ辛い？さっきすごく痛くなったような気がするんだけど、今全然平気だよ。よかった。聖子、おまじないの切れ端は見つかった？ないの。どっかで落としたのかな。この学校の中じゃ探すの難しいかな。うん、困ったね。じゃあ帰ったらさ、委員長に頼んでもう一回、おまじないみんなでやろうよ。うん、そうだね。落ち着くと、部屋を出るのが嫌になる。校舎の探索に戻りたくない。私たちはそのまま、結構長い時間、ここでおしゃべりを続けた。クラスのみんなのこと、文化祭のこと、昨夜のお泊まり会のこと。話しながら、私はふと、聖子の視線が気になった。だよね、ほんと。聖子、どうしたの？なんでもない。ん？暗くてよく見えないけれど、聖子がなんか変。顔、赤い？
ナオミ？ん？勇気出して言うね。あのね。うん。あの。真剣な表情に、なぜかこっちまで緊張する。何？やっぱいいや。何それ。気になるじゃん。言ってよ。笑わない？うん。嫌なら笑わない。私、本気なんだ。え？ドキッとした。ここで初めて。私は、どこまで鈍感なのだろう。ここって何が起こるかわからないから、ちゃんと伝えておきたいの。うん。聖子の視線が、また、私の唇に注がれている。待って、これって。あのね、あの、キスして。え？したいの。なんで？好きだから。友達としてでしょ？聖子は黙って首をブンブンと横に振る。頭が真っ白になる。これって告白？男子にもされたことないのに。聖子は耐えきれないって様子で、うつむいて黙ってしまった。よく見えないけど、きっと顔を耳まで真っ赤にして、ブルブルと震えていたと思う。本気なの？結婚したいくらい。チューもしたい。ハグもしたい。こんなに小さくて、震えた聖子の声、初めて聞いた。私は、気がつくと、あの、聖子、ごめん。私、私は、一人で用務員室を飛び出してきてしまった。涙の理由は、自分でも理解できなかった。怖かったような、嬉しかったような、友達がいなくなったような。落ち着こう。友達だった聖子もいなくなったわけじゃない。恋に関してはどうあれ、ありがとうって言うべきだし。聖子、私がこんな反応じゃ今きっと後悔してる。戻ってフォローしてあげよう。突然、すぐ近くで水のこぼれる音が聞こえてきた。蛇口をゆるくひねったように、勢いはないけれど、でも、止めどなく水が落ち続けて床に弾けている音。どこから聞こえてくるんだろう。辺りを見回したとき、私は、ある違和感を感じた。近い。あまりに近い。え？嘘。私はふと足元を見て、息を飲んだ。私の太ももを伝い、黒い液体が、
床に溜まっていた。それはまだ止まらず、びちゃびちゃと流れ続けている。やだ、え、何これ、やだ。慌てて指ですくってみた。血ではない、タールのような黒くサラサラした液体のようなもの。よく見るとうっすら光っている。なんでこんなのが私の体から出てるの。手についた黒い液体をスカートになすりつけ、腰を抜かしたように後ずさりした私は、足がもつれてそのまま床に尻餅をついた。頭を抱えてひたすら叫んだ。もうやだ、やめて。ぎゅっと目をつむった真っ暗な視界に、突然天地がひっくり返ったかのような感覚が重なる。立ちくらみのような、めまいのような、まるで自分の精神が分離して体の重さを客観的に感じるみたいな感覚になる。体が重い、頭が重い。人の頭って5キロとかあるんだっけ。首が折れそう。何これ、エスカ、目が開かない。全身の血液が頭に上ってきている。どうして。顔中に血管が浮き出て、目も充血してきてるのがわかる。痛い、痛い、痛い。どんどん血が上がってきてる。止まらない。血管が、目が破裂しそう。頭が本当に割れる。助けて、誰か。聖子、気をつけて。あなたがこれから落ちるのは、未来と過去の記憶の道。意識の朦朧とした私の耳に、女の子の声が聞こえてきた。痛くて、重くて、目がまともに開けられない。お友達を助けたければ、超えるのよ、運命を。一層頭が重たくなって、耳の後ろでミリって音がした。太い血管が裂けたような音。本当に死ぬんだと諦めかけた途端、ふっと、頭痛、目の前がぼんやり光っているのを感じる。塞がっていた目は開くかな。私は、ぎゅっと締めていたまぶたの力をゆっくりと緩めた。